バイクのこと何でも知ってると思ったら間違いだと。じゃああれ刀ですね。最近の刀？おはようございます。撮っても大丈夫ですか？撮っても大丈夫ですか？これ新しい刀ですよね。これ何 cc ですか？1000です。あ、1000なんだ。はい、はあ。これ昔の刀も乗ってました？乗ってないです。あ、乗ってないんだ。はあ。これやっぱデザインが好きで買ったんですか？全然。あ、違うんですか？なぜこの刀をじゃあ選んだんですか？え、そうなんですか？不人気。それは値段とか安くなったとかそういう意味ではなくて、人が乗ってないバイクを乗る。あ、そういうことか。そういうことか。不人気なんですかこれ？売れてないと思いますよ。ああ、そういうこと。そういうことですか。あえて乗ってない車を乗り、バイクを乗り換えて。え、これブレンボなんですか？え、ノーマルで？え、そうなんですか。おいくらぐらいするんですか？でも普通に今100万ちょっとぐらいで買えないんですか、刀なんて。あ、中古でだと。あ、そういうこと。あ、そうなんですか。へえ。あ、え、これ中古で買ったんですか。へえ。前も、前違うのでそれが高く出たんで。あ、そうなんですか。それはなんてバイクですか。 GSX の1400ですね。ああ、それもまた不人気だったんですけど。あ、そうなんですか。鈴木大好きなんですね。違う、あ、鈴木、その GSX 初めて買った。そうですか。あ、そうなんですか。たまたまですか。あ、すいません、いつもすいません。なんか高いよ。タグつけ。新型じゃないですか。新型ですよ。はい、不人気ですよ。え、不人気悪いの？オーナーに言われたんですよ、さっき。本当ですよ。だから俺だってそんなことさすがに言えないでしょ。不人気ですよ。売れてないんだ。だってそうです。へえ。これはどのオーマルなんですか。ハンドルは？ハンドル変えてます。あ、じゃやっぱりそうですよね。変わってますよね。そうそう、はい、そうそう、知ってんかい。知ってますよ。だって普通のね、アップなの。あ、そう。え、マフラーは？あ、ノーマルです。あ、ノーマルなんだ。へえ。でっけえお弁当箱ついてますね。はあ。名刀正宗ですかこれは？妖刀です。妖刀なんだ。あ、村正。へえ。どういうことですか、妖刀村正。あ、そうなんですか。その人も刀持ってるんですか。持ってない。あ、持ってないんだ。どういうことや。あ、そういうことですか。へえ。マフラーいじる予定はないんですか。あ、ないんだ。これは それなりにいい音がするってことですか。あと、まあ変えてもそんなに、多分今時弁当箱背負ってるやつって、そうですね、効果得られないんで、まあ、そうですね、確かに。フル液から変えなきゃダメだもんね。そういうことか。へえ。そうなの。え、これは何年モデルになるんですか。11年って言ってましたね。で、買ったのはいつ頃なんですか。でも割と最近ですよ。あ、最近なんだ。へえ。でもその不人気だったバイクが高く売れたんだ。あの、スペシャルエディションで限定カラーだったんですよ。あ、そうなんだ、はい、へえ。それだけ高く取引されてるみたいな。あー、じゃあいいの買ったんですね。まあ、それもまあ別になんか知人がこれいらないから。あー、あ、そうなんだ、はい、偶然なんだ。へえ。まあ揺れなんでも夏暑くて乗れなくて。あ、そうなんですか。すごいですよ、エンジン回りとか。あ、そうなんですか。えー、そういうことか。へえ。厳しいなと思って。へえ。で、これ快適？快適ですよ。へえー、はい。なるほどね。マジはダサいぐらいですけど。え？かっこ悪いって。かっこ悪くて売れてない。それをあえて買う。いや、まあそうですね。人の乗ってないバイクを買う。ああ、そういうこと。へえ。そういうことか。これ鈴木から買ったんですか？違います。これ全然普通。に言ったところであったからこれでいいですって。それはもうこれを狙って買いに行ったんですか。行って売りに行ったんですよ。あ、売りに行って、売りに行って思ったより値段が出たんで、はーって店内見て、じゃあこれください。じゃあ
あの買う予定もなかった、バイク自体ももうそれでもう降りようかなと思ってた。いやじゃなくて結構持ってて。あ持ってるんですか。あと何持ってるんですか。あと原チャリいっぱいです。ああそういうことか。原チャリとあと Z1 持ってて。 Z1 持ってるんですか、はい、いい、それは人気車ですね。そうなんです不人気車だけじゃないんだ、人気車持ってんだ。恥ずかしくなっちゃって Z1 乗るのが。どういうことですか。いやなんか これ見よがしにみんな自慢してるくらいじゃないですか。ああそういうこと。ずっと乗ってたのになんかそういうバイクじゃないんだなと思ってじゃあそういうこと、はい、なんか時代が俺とずれてきちゃったんだそうじゃねえんだ俺らってんで。あそういうことだ。俺ならもう変なし、誰もまあ、新型知ってはいるけど声はかけないじゃないですか。俺ぐらいですねじゃあ珍しいっすね俺じゃあへえ。買ったんだって多分みんな思ってるんですよね。へえ、まあ買ったな。いや俺これ見た200キロしか200キロ走んないぐらいですよ。そんな燃費悪いんですか。いや違う、タンクが違う。タンクダミータンクで12リッターしか入んないです。あそうなんですか。長距離決戦無理なんで。はい、いろいろと不便も、それがいいんだ。また、まあうん、あまあまあ確かにね、確かにそういうことなんだ。はあ、なるほどね、そういうことか。あと原チャリはいろいろ。原チャリはそうですね、 50cc も125も含めた原チャリ。原チャリは結構50ですね。あ50なんだ、うん、それは不人気車も。これは不人気車だらけですそうなんだそうなんだ、そういうことなんだ。なるほど、ね、じゃあここには結構来るんですか。いやめった来ない。あ来ないんだ。バイクでもカールガール乗るんでしょ、そのバイクたちを。いやあそんなに乗らない。ナンバー切ってあるんだ。あ切ってあるんだ、はい、あじゃあ Z1 とこれを交互に乗るぐらいですか。 Z1 もまあだいぶ動いてないですね。そうなんだそうなんだ、へえ。じゃあ こればっかりだ。これもそうですね、あの今日は頑張って乗ろう。じゃあ今日オイル交換に行って、あ、まあついででちょっと、あそういうことか、はい、へえ。あそういうことなんだ、はい、はい、ありがとうございました。